こんにちは、浜根先生です。プロのカリグラファーとして20年以上活動しています。同年代の方に送るエールです。子育てが終わって何か始めたいなとか、もう介護が大変で、もうとにかく自分の時間息抜きがしたいなど、家でできる趣味として手書きのカリグラフィーおすすめします。カリグラフィーって何？道具はどれ？といったことにお答えしていく動画ですよ。カリグラフィーとは美しい手書きのアルファベットのことです。いろいろな道具がありますが、本格的なものはこのようなつけペン、カジュアルなサインペンタイプの筆ペンやカリグラフィー専用のマーカーもよく使われていますよ。ここでポイントは難しい書体から始めないことです。例えばこちらのフラクチャー体はペンの角度を一定にして細い線太い線きれいに出し、いろいろな部分を揃える、そしてペンの角を使って書くなど、テクニックが必要です。初めてやるなら今一番人気のモダンカリグラフィーを筆ペンでやるのがいいでしょう。あ、ちょっとカリグラフィーいいじゃないかと思った方、道具選びについてお伝えします。本格的なつけペン、そしてインク、このセットでも1000円ぐらいで手に入ることできると思います。もちろんカジュアルなマーカーや筆ペンはもう数百円の世界です。ポイントは書体によってペンの形が違うことです。カッパープレート体やモダンカリグラフィーといった筆記体系の文字は、形の変わったオブリークホルダーと先の尖ったペン、こちらは G ペンです、を合わせ裏返してインクをつけて文字を書きます。要は筆圧によって太さと細さを出すということです。筆ペンでも同じような雰囲気で書くことができます。イタリック体やゴシック体のような多くの伝統的な書体はストレートホルダーに幅のあるペンを挿してインクを入れて使います。画面ではそんな幅といっても分かんないよと思われるかもしれませんが、太さと細さはこのペンの幅が出しているんですね。約2ミリの幅のペンを今使っています。本格的なつけペンでなくてもカリグラフィー専用のマーカーで同じようにゴシック体を描くことができます。使いやすさは、まあ、簡単さで言えばマーカーの方がいいですね。道具選び、ペン選びは本格的なつけペンかサインペンっぽいものかではなくて、あなたが描きたい書体に合わせて先がとんがったペンを選ぶのか、先が平らなペンを選ぶのかを決めましょう。文字見本の選び方です。趣味としてある程度できそうだなと思ったら、しっかりと小文字と大文字があるものを最初から手に入れましょう。毎回違った見本なんか探してると自分の文字が全然安定しませんよ。図書館で本を借りてもいいですし、ネットで探してみるのもいいでしょう。まあ、有料になると動画がセットになってたりするのでさらにグッドです。こちらは浜根先生が監修をしたフェリシモのカリグラフィーレッスンプログラム6ヶ月目に届くカッパープレート体の見本です。何がいいかというと、見本の紙が丈夫である一覧になっているということだけでなく、ガイドシートといって、この間に文字練習するんですよ、斜めに降りるんですよ、単語練習もできますよと親切設計になっていますよ。次は練習の方法です。40代50代にもなると気力、体力、集中力がちょっと低下していますよね。ですから無理することはなく、いっぺんにたくさんやるのではなくて、今日は5分、今日はお休み、今日もお休み、次は10分、そして時間のある時、気力のある時に30分やるというようにしましょう。趣味というのは例えば3ヶ月続けることではないですよね。今年も来年も再来年も10年後も20年後も続いている、継続できた自分が嬉しいし、ちょっとずつでも良くなっている、新しい知識が得るということがすごく生きていることの励みになるわけですよね。できたら技術的にも向上したいですから、そのポイントは用意した見本と同じペン、同じサイズで書くことです。本に載っているこの見本は素敵だなと思って書いてみようとすると、小さくて真似して書けないので、なんとなく拡大して、こんな感じかな、こんな感じかな、こんな感じかなっていう風に若干当てずっぽうな練習になってしまうんですよね。
手に入れた見本が小さいなと思ったら、使うペンに合わせて拡大して、まあ、できれば1センチぐらいで練習するよりも慣れてない人は大きく書いた方が分かりやすいので、幅のあるペンを選んでちょっと大きめに用意するといいでしょう。日本の書道も半紙に2文字、友情とかね、あんな大きく書くからこそ、一つ一つの払いや羽などをじっくりと鑑賞できるわけですよね。最後にカリグラフィーのここがおすすめベスト5。第5位は、いろいろな書体があって飽きない。浜根先生が知ってるだけでも、まあ、何十もありますし、もうある意味世界中のある地域、そしてある時代を見るともう無限に文字というのはスタイルがあります。そして今、情報が簡単に手に入りますので、まあ、ちょこっとやってみるんだったらもういくらでも資料を手に入れられますよね。第4位、芸術や歴史にも興味が出てきます。例えば、文字の歴史というこの一冊を見るだけでも、エジプトのヒエログリフもそういえば文字だなとか、ハンムラビ法典懐かしいとか、ドイツで見たあの壁にあった文字もあれもカリグラフィーだななんて、歴史のことや地域のこと、まあ、もしかしたら言語のことやその生活習慣までいろいろと興味が湧いてくるかもしれません。第3位は、世界規模で SNS が楽しめます。カリグラフィー、そもそも、まあ、日本独自のものではないですよね。ヨーロッパやアメリカなどの方が、まあ、本場です。言葉がわからなくてもカリグラフィーと英語で検索するだけで、インスタや YouTube でもいくらでも楽しめますし、なんならもうコメントを入れてみたら意外と海外の方から返事が来たりもするんですね。同年代の皆さんも SNS なんか怖いかもしれませんが、ちょこっと書いたものをアップして、まあ、少しでもいいねなどつくと、それが励みになったり、あ、私も世界とつながってるんだ、カリグラフィーを通してということが生きる励みにもなるんですよ。第2位は、お金がかからない。今回道具のところで説明したように、初めの一歩はもう1000円ぐらいからで十分ですし、初めの一歩、2歩、3歩、4歩、1年ぐらい経ってもそれで押し通すことすらできると思います。ペン先が摩耗したら変える必要があると思いますが、これはもう数百円レベルのものです。カリグラフィーのここがおすすめベスト1は、一人でできること。やはりだんだんと年を取ってくると、これはあまり言いたくないですが、人と合わせるのが辛くなったり、外に行くのが辛くなったりしてきますよね。家で一人で机に向かってできる趣味というのは、本当に自分の安らぎになると思います。例えばフラダンスだと、チームになって踊る場所を探さなくちゃいけないとか、楽器でも誰かと演奏したいなっていう風なことにはならずに、一人で黙々淡々と自分の技術が上手くなったら嬉しいという北総 M ぐらいのじんわりとした喜びをカリグラフィーは与えてくれますよ。動画いかがでしたか？カリグラフィーのやり方や魅力伝わったでしょうか？人口ピラミッドで見ると、1970年代生まれは第2次ベビーブームでとても人口が多いんですね。浜根先生と一緒に年を取っている方がとても多いということに気がつき、この動画を撮っています。カリグラフィーの良さを多くの方に知っていただいて、一緒にカリグラフィーを楽しみながら年を取っていきたいものです。動画良かったよという方はお手数ですが、いいねボタンなどよろしくお願いします。浜根先生の本職はカリグラファーで、オンラインサロンやオンラインレッスンを行っていますので、よろしくお願いします。それでは次回の手書き動画でお目にかかりましょう。さようなら。